どうも、小田です。私はですね、今、クルーズ船の中にいるわけでございまして、MSC クルーズっていうね、今回ちょっと格安で取ることができたので、横浜からね、上海に向かうというね、クルーズ船に乗っております。このクルーズ船っていうのは当然動画を撮っていまして、MSC クルーズっていうのはどういったものかっていうところは、また別にお伝えしようと思ってるんですけど、今回はね、クルーズ船のなんか一般的なお話をね、ちょっとしようかなっていうふうにね、考えております。多分、動画見てくださってる中の多くの人はクルーズには乗ったことないんじゃないでしょうか。そういうふうに思ってるんですけども、クルーズってそもそも豪華客船で世界一周とかね、そういったので知ってると思うんですけども、もちろんね、世界一周ってもう1年かけてね、世界を回るっていうものもからあれば、カジュアルなものもありまして、どっちかというと僕は今までこうカジュアルとか、そういったなんか庶民的と言いますか、そういったクルーズに乗っていることが多くて、意外とでもね、クルーズってこう飛行機とか、ホテルとか、ね、いろいろこうなんか旅行ってありますけども、あんまりこうね、知られてなくて、でも意外とこうやっぱ日本って島国なんでね、いろんなクルーズ会社っていうのも確かにこう就航してるんですよね。クルーズを全く知らない人でも今回ね、クルーズってどんなものなんやっていうところをね、理解してもらうための動画っていうのを今から撮っていこうと考えております。それでもう一つに、また別にね、クルーズのチップスっていうのもね、取ろうと思ってまして、クルーズ予約したけど実際にじゃあこういったものを持ってきた方がいいよとかね、こういったものはいらないよとか、なんかそういった、クルーズをすでに予約してる人向けの動画っていうのもね、撮ろうと思ってますので、それと日本で今回ね、ちょっとお届けしようかなっていうふうに思っております。まずね、クルーズっていうと、先ほども言いましたけども、こう、世界一周で1000万円かけてね、1年間で、旅行しますとか、そういったのをね、実際にあるんですけども、僕はどっちかというと、今回紹介するのは、本当に短期間、短期間って言っても、上海、横浜のやつでも3泊4日なんですよね。それを多分多くの人が、そんな船乗るのみたいなね、多分ことを思うと思うんですよ。いや、ちょっとそれはいいな、飛行機でね、上海行ったらいいんじゃないのみたいなね、感じで思う人もいると思うんですけど、違うんですよね、そもそもね。クルーズっていうのは移動するのが目的ではなくて、移動すること自体が楽しむエンターテインメントになるんですよね。だから多分そこら辺をね、僕はずっとクルーズ乗る前に勘違いしてて、だってね、3泊4日、長いよ、飛行機だったらすぐ着くじゃんみたいなね、ことを思うんですけども、そうじゃないですよ。どっちかというとこう、上海にね、行くっていうのはあくまでも、おまけ程度でございまして、このクルーズの中を楽しむっていうね、ことなんですよね。そこら辺をね、ちょっとね、勘違いしてる人多いんじゃないか、自分自身勘違いしてたんで、なんかそういったことをまず大前提にお伝えしようと思っております。それで、クルーズなんですけども、意外とね、値段安くて、今回はね、めっちゃ訳割でございまして、1.5 万円とか旅行会社で売ってましたし、私はクレジットカード持ってるやつで、無料でね、こう、税金とかだけ払えば乗れますよ、みたいなね、感じで申し込んだので、一人15,000円ぐらいの税金で、本体価格0円でね、もう15,000円だけで、だから妻がいるんで、合計3万円で、3万円ね、乗ってるわけでございますけど、普通に旅行会社で申し込んだとしても、今回はね、一人 2.5 万円とか税金込みで、乗れるようなね、クルーズでございました。だからクルーズってね、結構ね、ここの何室あるかちょっとわかんないんですけども、結構数が多くてね、場合によっては全然お客さんが集まらないっていう時もあるんですよね。ゴールデンウィークとかだと集まるとは思うんですけどもね。そういった時にどうするのかっていうと、クルーズ会社は直前にね、格安で、販売したりとかして、航空券と同じですね。新幹線だといつ予約しても大体同じような値段になりますけれども、航空券は結構ね、直前に安くなったりとかしますよね。だからそういったのが、クルーズにも同じよく提供されていて、同じ部屋取ってるけど値段は全然違うっていうのはよくある話です。申し込みによっては。特にオフシーズンになって直前だとバナナの叩き売りみたいな感じでね、販売されることが多いです。それで私は今回旅行会社経営で申し込めば 2.5 万円ぐらいで乗れるような3泊4日ね。だって3泊4日、ちゃんと部屋もついてるわけですから、下手なホテル泊まるよりも安いというわけでございますね。私今回クルーズっていうのは2回目なんですけども、プリンセスクルーズ乗った時もそれもかなり安くてね、7泊8日かそれぐらいの日程のやつが、10万円以下で取れたりとか、そういった私はどっちかというと格安で取ってたんでね、今まで。だから今回は下手に飛行機で行くよりも、このクルーズ船で行った方がね、時間はかかりますけども安いっていう風にも言うことはできますね。それでクルーズ船って言いますと、やっぱり多分気になるのが食事とかドリンクとか有料なのとかね、思う人もいるかもしれないんですけども、クルーズ船は基本的には、ご飯は無料です。しかも、美味しいです。キッチンもやっぱりありますし、そこで常にもうね、いつの時間でもどこかしら、まあ食べれたりとかするような感じで、ここのまあね、クルーズに関しても、もう今でもね、ビュッフェがレストランで提供されているというね、感じでございます。まあ実際にじゃあね、今からちょっとじゃあクルーズの、せっかくなんでレストラン行ってみましょうか。というわけで、ちょっと今から行ってみようと思うんですけども、まずじゃあちょっと軽く部屋を紹介しようと思うんですけども、今泊まってる部屋がこんな感じの部屋でございます。はい。もう本当にホテルと変わんないですよね。これがまあ MSC クルーズってやつなんですけども、カジュアルクルーズって言われる、まあ一番こう、なんて言いますか、まあランクの低いって言ったらあれですけども、まあそういった、まあクルーズになりますので、もちろんこれよりもいいようなね、部屋っていうのも、クルーズ船によってはありますし、まあここのね、クルーズの中でもいろいろ部屋のランクっていうのはございます。今回はバルコニー付きの部屋でございまして、こんな風に、まあバルコニーがまさにあるような感じで、ここでね、まあ休みながら外を眺めるとかね、そういったことも可能でございます。とりあえず今から食事があるような、どんな感じのね、ものがあるのかっていうところをね、ちょっとね、お見せしたいなっていうふうにね、思ってるので、じゃあ今からレッスンに行ってみましょう。廊下に出てるような感じですけど、こんな風に部屋がね、まあありまして、ここら辺は多分なんとなくイメージつくのかなっていうふうに思うんですけど、こことか見てください、エレベーターのね、ホールですけども、こんな感じですごいもうピカピカで、これがね一番こうカジュアルでね基本的な感じとなりますので、まあ豪華なところだとねどんな感じなのって感じですね。それで今ね12階なんですけども、やっぱ船はめっちゃでかいんですよね。写真見ていただければ分かると思うんですけども、今回のビュッフェは14階にありますので、そちらの方に今ねちょっと向かってるような感じでございます。ビュッフェに着きました。こちらがまあビュッフェになるんですけど、こんなハンバーガーも基本的には取り放題です。取っていいです。だからこれもこんな風なホットドッグとか今の時間ポテトがねあったりしますね。まあ、フルーツもねあります。これも全部食べ放題です。ヨーロッパ系のクルーズ会社となりますので、こうピザとかねそういったものもあったりするんですけど、こういったもうキッチンもありますから、だから飛行機の機内食とかは全然違いますよね。これがねもうここにキッチンがある、当然こっちで食べる食事の方が美味しいです。はい、こんな風にピザも食べ放題。デッキの方にやってきたんですが、プールとかもそういった豪華な、まあ、設備もねあったり、こんな空間で生活することができます。じゃあちょっと部屋に戻って続きを話しましょう。こんな感じでね食事はね、まあ、食べ放題ということで、今回の場合は単純な横浜から上海まで行くっていうねルートとなるんですけど、基本的にはご安心ください。例えば横浜出発で横浜に帰ってきたり、神戸だったら神戸出発で神戸帰ってきたりとか、大体戻ってくるのが一般的なクルーズなんですけども、まあ、一部こういったまあワンウェイ、まあ、片道の行ったら飛行機でまあ自分で帰ってくださいっていうのもね一部あったりするよっていうねお話でございます。大体は鹿児島県行ったり沖縄行ったり、あとちょっと海外で釜山とかチェジュ島とか、あとは台北高雄とかね、そこら辺にこう行って戻ってくるっていうのが一般的で、まあこう大体寄るのはこう7泊8日とかだと、まあ3都市4都市とかそういったのでぐるぐる回ってね、朝に着いて、まあ、朝それで観光して夜にまたその船が出発するとか。そういったルートが非常に多いですが、今回私がちょっと乗ってるのはわりかし特殊なルートのもので、それでまあ今回安くね販売されたっていうこともあるんじゃないかなっていうふうにね思っております。ただまあ今まで、ね、いいところばっかりをねお伝えしましたけれども、デメリットそれもあるのも確かでございます。デメリットがなければ多分こんだけね安く乗ったりとかっていうのは難しいとは思うんですけども、デメリットをちょっと紹介させていただくと、まずは休みを取らないとまあいけないというわけでございまして、これ結構多分日本の会社勤めの人ではハードルが高いんじゃないかなというふうに思ってます。例えば今回のクルーズですと、日曜日出発で木曜に上海に着く、確かそんなルートだったんですけども、まあ、これをね休める人がいるかっていう話ですよね。うん、だからもちろん私のようにこう自営業とかフリーランサーの人であれば、まあ全然ねスケジュール自分で決めれるのであれば、まあ、問題ない人も多いとは思うんですけど、大抵はやっぱりこう休みっていうとカレンダー通りの人が多いと思いますので、まあ、そういった人がこれに乗ろうと思ったらかなりハードルがやっぱり高いですよね。まあ、当然ねゴールデンウィークに合わせたクルーズ、あと夏休みに合わせたクルーズっていうのもあるんですけども、そうなるともう本当にクルーズ会社としても当然高い値段を設定してくるので、まあ、安く乗ろうと思ったらこうやってずらさないといけないですよね。だからこうクルーズとか見てるとやっぱりこうご年配の方が多いですね。ね、もうリタイアされて、あとね、年金生活だとか、なんかそんな人がやっぱり正直多くて、若い人っていうのはあんまりクルーズには乗ってないですね。うん、だから休みをこう取れるような人でないとダメというわけでございます。はい、それで、まあ、次はね、僕にとってクルーズもっと乗りたいんですけども、ちょっとね、乗れないっていう理由が、ネットがつながらない。はい、こちらがね、結構若い人だとね、困る人も多いんじゃないですか。僕自身ね、YouTube に毎日とこう動画投稿とかね、してる身でございますので、結構これは厳しいですね。ネットがね、もう基本的にね、今見ていただければわかると思うんですが、今はね、ローミングでね、マリタイムっていうね、海上の、まあ、こう、無線に、電波をキャッチしてるんですけども、私のはもう、ね、海外ローミングになっちゃうんですよね。しかも、海外ローミングの1日定額とかそういったのは、ないので、本当にめちゃめちゃこれ使おうとしたら高いです。使えたとしても。それで、まあ、船の中にも一応ね、Wi-Fi っていうのは、衛星 Wi-Fi っていうのは用意されているんですけども、1日50ドルとかね、かかったりして、1日5000円とか。それでも、速度も速くないですから、がっつりね、ここね、ネット使って仕事しようと思ってる人とか、特に僕の場合、動画アップロードとか、やらないといけないんですけども、そういったことはもう、この中では、基本的にはもうできないです。はい、そんなね、ネットにはかなり厳しい環境になってて、そこら辺はね、まあ飛行機と近いのかな。だから飛行機の Wi-Fi 環境がもう3日4日1週間とかね、なってるような感じで、それは結構ね、やっぱりネット普段使ってる人からするときついですよね。うん。それはね、正直デメリットに思いますし、やっぱりこうネットもできてもだから高いお金払って、速度の遅いものを使わないといけないっていう感じになりますね。ここら辺がね、ちょっとね、なんかうまく日本のやつとキャッチできないのかなとかなんか思ったりもするんですけども、まあね、技術的には今のところはそういったものはないようでございます。それでまあね、当然、ネットが、まあ、できないのであれば、じゃあ暇じゃんみたいなね、例えば1週間とかね、乗るとき、そんなね、1週間もネット環境は不便なところで、厳しいよねみたいな多分思うと思うんですよ。僕も自身も初めてクルーズ乗る前まではそう思ってたんですけど、クルーズ乗るにあたってまあだからよくあるのが雑誌とかね、小説とか本を持ってくるって人、僕も前回のプリンセスクルーズでは持ってきて、今回は持ってきてないんですけども、まあ実際に持ってきた方が1冊ぐらいいいとは思うんですけども、実際でもね、イベントっていうのも本当にたくさんあって、例えばね、先ほど見せたプールもありますし、あとまあジムもありますし、食事もたくさん出ます。ビンゴゲームとかカジノとかもあったりするんですよね。そういったものもありますので、実際に船に乗ってみると意外とネットがなくても本がなくてもなんか生活できるような、むしろなんか今までこう日本にいたらネットも使って YouTube 見てみたいな、なんか生活を送ってたりするんですけども、なんかすごいデトックスになるんですよね。うん。それで意外とだから本読まなくてもなんとかいけるみたいなことが実際に来てみるとね、あっという間に時間は過ぎるんで、本当にね、それで人間らしい生活もなんかできるんで、そういった意味ではね、こういったクルーズにね、たまに私自身もね、ネット中国に人間なんですけども、乗るのもいいのかなっていうふうに思ったりするんで、まあだからそこら辺はね、そこまで多分申し込むときに結構億劫になる人は多いとは思うんですけども、まあならなくてもね、大丈夫なのかなっていうふうにね、思ったりもいたします。あとはちょっと細かい点を話させていただくと、やっぱりこう、日本、島国でありますので、クルーズって結構就航してるんですよね。例えばね、先ほども言ったかもしれないですけれども、関西だと神戸、関東ら辺だと横浜がやっぱりもう港っていう風になってて、本当にでっかい船がね、もう結構来たりしてるんですよ。だから意外とこうね、クルーズっていうのは多分今までアンテナ張ってなかった人は全然知らないと思うんですけども、たくさんあるので、 HIS 系のクルーズプラネットとかね、あとなんかいろいろありますけれども、そういったところでこう激安のね、日本出発のクルーズっていうのはあるので、ぜひともね、皆さん見ていただきたいなというふうに思っております。それで部屋のタイプも結構いろいろありましてね、当然スイートルームみたいなね、ところから本当に窓がないようなね、部屋っていうところもありまして、こればっかりはこう本当に値段は全然違います。やっぱり窓ないところは一番安くいいんですけども、結構窓ないってきついと思います。僕はまだ経験したことないんですけども、やっぱり人間ってこうね、光を浴びたいですし、海を見てたらすごいやっぱりね、クルーズなんで見たいじゃないですか、部屋から。それが見れないっていうのはね、かなりきついと思いますし、でもその分値段も安いと。いうところで、ちょっとね、クルーズの関係者に話を聞く機会があったんですけども、やっぱり初心者はバルコニー、今回先ほど見せましたけど、ね、海が見えるタイプの部屋をね、こちら用意するのがまあいいんじゃないかなって、まずは高くてもこっちを予約する方がいいんじゃないかなというふうに思っておりまして、例えばもうクルーズっていうのはどういったイベントがあるとかね、そういったのを熟知してて、そういうアクティビティが好きな人であれば部屋にもう寝るだけっていう人であれば、もう外に関してはもう当然ね海を眺めることはできるので、まあ、私はどっちかというと部屋にいるのも結構好きなんでね、こっちを選びましたけれども、そういったなんかアクティビティが好きな人が窓がないような安い部屋を抑えていろいろアクティビティに参加して、もう本当にベッド寝るだけみたいなね使い方をしてる人が多いようでございます。それでね面白いと思うのが、こうクルーズ乗ってたらねドレスコード必須のね、時間帯っていうのもまあ1週間に1回とかね、それぐらいありまして、今回のやつはねないのかあるのか分かんないんですけど、私はちょっと持ってきてないんですけども、短かったんで着物とか持ってる人は持ってね参加してって感じにしてほしいんですけども、逆にその時間帯はこうカルジュアルな格好でまあね船内のここのエリア行くの禁止とかね、なんかそういったのも前回のプリンセスクルーズではありましたね。普段は逆に言えばもうこんなカジュアルな格好で全然 OK です。まあでもそれは本当にランクによってね変わるので、本当に一番高いやつだともしかしたら常にいい格好しておかないとダメとか、なんかそういったのもあるかもしれないです。ただまあ私が言ってるやつだと全然こんな格好でも全然大丈夫でございます。はい。っていうことですかね。まあ以上ね、今回、クルーズについてね、いろいろお話ししましたけど、多分なんかね、いろいろ抜けてるとは、これだけでは解決できないこともあるのかなっていうふうに思うんで、ぜひともね、興味ある人は、コメント欄とかでいただければ、できるだけね、返したいなっていうふうにはね、思っております。まあ、私の動画見てくださってる多くの人はね、結構こう飛行機好きな人とかホテル好きな人とか海外旅行好きな人って多分多いと思うんですけども、クルーズって結構手出してない人って多いんじゃないですか。でも僕その中にねクルーズっていう一つのコンテンツがあってもいいのかなというふうにね思ってるんで、毎年1回ぐらいはなんかこの季節、特にね今6月とか5月になりますけれどもね、このシーズンってすごいクルーズの結構就航してたりするので、毎年1回ぐらいはなんか乗ってねなんか紹介したいなっていうふうには思ってるんで、ぜひとも皆さんね今までクルーズって乗ろうとも思ってなかったって人はねこの動画を見てね予約してくれれば僕としてもね非常に嬉しいと思ってます。別にね老後でも全然問題ないですけども、できればね若い人にもなんか乗ってもらいたいなっていうふうには個人的には思っております。この動画面白かった、役に立ったっていう人はぜひとも高評価、チャンネル登録お願いします。また Twitter、Instagram、ブログやってますのでフォローとチェックしていただければ非常に嬉しいです。こんな感じでね今回はねクルーズの中からクルーズってどんなもんやっていうところをねちょっとお伝えさせていただきました。次にクルーズに予約したけど実際にこうなんか用意したいいいもの10選とかね、そういったところもちょっとお話ねしようと思ってますので、気になる人はぜひそちらもねチェックしていただければと思います。こんな感じで今回の動画終わりたいと思います。それでは。